皆さんの善なる意識にこんにちは。カメラマン物書きをしております、エイスキです。皆さんの善なる意識にこんにちは、カズワです。レノ社画家、詩人として活動しております。よろしくお願いします。お願いします。本日はストレスをテーマに話していきたいと思います。ほう、よろしくお願いします。お願いします。ストレス、はい、まあ、様々な場面で様々に登場してきますよね。うん、エイスキはなぜこのようなトピックを。はい、そうですね、これが公開されているのがいつかはちょっと未定なんですけど、カズマが編集してる方でね、このストレスっていうワードが出てきたんです、一回、うん、はい、どんな内容だったかっていうと、その自分を知るのはめんどくさいと、うん、でそのめんどくさいを掘り下げていくのはやっぱりストレスフルだとね、うん、おいちょっと待ってくれよと僕は思ったわけですわ。ストレスって体に溜めない方がいいんじゃないのかと、うん、でも自分を知るにはね、ストレスがかかってくると、おいおいどうしたらいいんだとね、僕なんか今ちょっとストレスをね、ちょっとというか、3月の後半ぐらいにストレスを溜めすぎてしまって体に不調をきたしたぐらいだから、ちょっとねこうあんまりストレスを溜めたくないんですよ、うん、でも自分を知りたいと、うん、このいいストレスと悪いストレスっていうものがあるのかなって思いまして。なるほど、うん、ストレスを溜めたくないね。うん、なんか自分を知るってなった時にストレスがかかってしまうってね、きしいじゃないですか。なるほど、うん、だからね、分かんないってストレスなんで、それがなんかこう、うん、またね、こう自分を知るっていうのが遠ざけてしまうのかなって思いまして。なるほど、うん、でもエイスケが自分のことを知れないというか、うん、知ってないっていうのはエイスケのせいで、もちろんそうなんですよ。でしょ、うん、そしたらストレスはかかって当然なんちゃいますか。なるほどね、都合良すぎますね。だって今まで知る気もなかったわけですよね、自分を知ろうなんて思ってない。またや、うん、自分を知る機会って結構与えられてたと思うんですよ。ほう、でも自分を知るはもっと楽しい方って選んでたら、もっと楽しい方を選んでたのはエイスケですから、なんかちょっと状況が変わって、じゃあ自分を知りたいですってなって、じゃあこっちはストレスかかりますって、いやお金払いたくないですみたいに言ってるようなもんですから、うん、ちょっと都合すぎません？うん、都合がいいですね。地雷踏んだか。いや地雷じゃないですよ、爆発してませんからと思っただけですよ。うん、なるほどね、うん、どう思います、うん、まあね、おっしゃる通りかなと。そうですよね、はい、だから、うん、それこそまあエイスケが今までそのまあなんだろう、ホストで言ったら家計を売りかけをしてたようなもんなんじゃないですかね。なんだそれ、売りかけ、それこそ借金をしてた。ああ、ツケが回ってきたとじゃないですかね。うん、なるほどね、うん、理解です。そう、ストレスで病気になってしまうのもツケが回ってきた証拠ですから、うん、なるほど、間違いなく、うん、そうか、そう、ツケといてっていうことなんですよ。ああなるほどね、今度払うからツケといて、今度払うからツケといて、で、うん、あ、じゃあ借金倍額になってたみたいなね、で助けてくれと、うん、あ、いやいや助けるのはいいけどよっていう感じだよな。そうか、そうそう、なるほどね、そうそうそう、そうか、でも毎週毎週できることあったんちゃうみたいな、ストレスはつけと、うん、あ、どう思います。うん、耳が痛いです、うん、そうだよね。はい、それこそストレスって小さいものから大きいものまであると思うんですよね。ほう、最初自分を知るストレスっていうのはそんな大きくないと思うんですよ、本来は。本来は、でもそれを太らせてるのは自分ですね。はい、そうでしょう、自分を知るっていうことに対して面倒くさいをどん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 ブクブク太らせて、今知ればいいものの後回しにし続けちゃったわけですからね。それ後回しにし続けたものをもう一回やるのってすっごい面倒くさいですよね。夏休みの宿題みたいなもんですわ。返す言葉もございません。そうなんですよ、はい、まあ、今回のテーマが、まあ、ストレスということなので、はい、まあ、それはもう過ぎた話に過ぎないと思うんですよ。今まで自分を知ることができなかったなんて掘り返したとって全く意味のないことだと思うんですよ、うん、なるほど、今後どうするかが一番大事だから、エイスケも今後どうするかっていうのが一番大事ですよ、うん、そうですね、そうそうそう。それこそやっぱり自分を知るっていうものって大変だと思うんですよ。でそれこそ自分を 知ることを選択してこなかった人は特にもっと大変だと思う、うん、だって心痛いもん、見たくなかった世界だもん。そうな、でしょう、うん、
でもそこに自分が真実があるっていう風に感じているならば、自分のために生きていったらいいんだと思う。誰かのためじゃなくて、うん、痛いっていうことは誰かのために生きようとしてるんだと思う。誰かのために。またはプライドがあるから痛いのよ。後者かな。かっこよくあろうとか、うん、よく見せようとしすぎてしまうと、それを開示することがどんどんできなくなってしまって、うん、痛い痛い、もうやだってなっちゃうわけですよ。うん、僕だ、うん、そうそうそう、うん、だからそのストレスとストレスに対してプライドを立たせるんじゃなくて、もっと自分の無垢っていうものを知って感じて、それで自分で生きる必要があるのかなと思います。うん、無垢こそが純粋性なんですよ。うん。どう思います？まあね、こう言うは易しと言いますか、うん、ね、無垢を感じればいいと、うん、無垢ってなんだと。エスケ、言うは易しって言葉は全く同じなんよ。ほう。それこそ簡単なはずないんよ、自分を知るってことは。んて、そうかでしょ、うん、言うは易しに決まってるよ。言語なんだもん。うん、それを行動するのが自分自身だから。なるほどね。安くてどうするんだってことなんよ。なるほど。エースケがエースケを知ることが安くてどうなんよ、それは。ああ、そうか。ってことになりますよね。なんか今日答えるな、俺。今日答える。今日聞くわ。今日こうね、YouTube 前にラジオも収録してるけど、なんか聞くんすよ、一言一言が。あ、そうか。うん、なんか、パンチがあるわ。俺パンチある。結構優しく言ってるつもりだけどな。いや、まあそれも多分僕の方にね、うん、受け手に問題があるんだなって。ああ、もうスカスカなんだったんだね、多分もともとね。エスケがスカスカっていうか、もう全身腫れてるみたいな。全身筋肉痛の試合挑んじゃったみたいなね、うん、全身筋肉痛内出血まみれだからこそはね。痛いんですわ、カレーパンチも。なるほどね、うん、多分今エスケが感じてるのってストレスじゃないと思うんですよ。ほう。うん、ストレスを多分解放してる状態だと思いますね。解放してる状態？うん、そうだと思う。なんだそれ。ストレスは解放することができると思う、その自分自身の理解に基づいてね。解消じゃなくて解放なんだ。そうだね。ほうほうほう。解放と解消、まあ似てはいるんだけど、ほう、自分自身が自分を理解すると気づきを得るでしょ。そうすると自分の中のストレスが解放されますよね、うん、あー、なるほどね。そうすると病気とかがそこのその瞬間から治ったりします、うん、どんなに重い病気も、うん、それが解放ですね。ストレスを解消っていうのはまた別のことか。そうだね、ストレスを解消っていうのはもともとの根源を治してるっていうことでは多分ちょっと違うのかと思いますね。ああ、その場しのぎ。そうか、生えてきた雑草抜いてるようなもんか。そう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 。でもそのなんでじゃあここに雑草生えてるんだろうって仕組みを自分の、いいように、うん、善なるものに基づいて変えようとはしてないってことですね。そうか、表面的なもんだっけ。そう、なるほどね。完全なる自分の解決を、うん、後伸ばしにしてる、優先順位を低くしてるっていうことになりますよね。はい、してきました。そう、だから解消と解放は違いますよね。なるほどね。うん、だから今はエスケは解放しようとしてるわけですよ。うん、根源を、そう、ね、根っこから変えようと思ってるわけですから。なるほどね。そうそうそう。まあ、だからこそ、ね、つけてきた分吉祥と。そう。はい。それそうですよね、うん、つけてきた分きちんに決まってますよ、ね、うん、うん、僕ストレスいってたら、ああ溜まったらね、マッサージ行ってましたもん。うん、でもそれってさ、ストレス解消してるだけなんですよ。そうですね、ストレス解放してないわけですからね、うん、してないですね。そう、うん、っていうことなんですよ。どんどんつけて、それもつけなんですよ。なるほどね。そうそうそう、うーん、うーん。そう、じゃあ根本的なところ何かなって言うと、心当たりあるわけでしょ。うん、うん、自分に対しての無理解、うん、非理解なわけですから、うん、めんどくさいからっていうのは、めんどくさいって怖いとか痛いなわけですから、うんうん、そこに多分素直になれないんですよ。そうか、うん、めんどくさいを怖がってる、痛がってるんですよ。でも痛がってる怖がってるを言うのが嫌なんですね。認めるのがかっこ悪いから言えないんですよ。なるほどね、うん、でしょ。はい。うん、そうか、なるほどね、うん、あ、反論ありそうですね。いや、どうだろう、うん、怖がってるんだ、うん、って思ったわ。なるほど、うん、ねえ、なんか分かんない時ってもうただ、うん、めんどくさいみたいな感じじゃん。ああ、なるほど。そう、怖がってるっていうか、もう分かんないよっていう感じだからね。ああ、それかっこつけてるからですね。ほう。それこそ何かをこう振る舞ってるから、装ってるからなんですよ。
ほう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 。泣かないようにしたりとか、ほうほう、怒らないようにしたりとか、負の感情を出ないようにしてるだけなんですね。あー、そうなんだ。そうそうそう、一括りにして面倒くさいっていうことなんですよ。うーん、それこそ言うことによって易しにしてるっていうことになると思います。うん、そうそうそう。でもその本当の根源をオープンにしてみたら易くないよね。複雑だよね、自分の思いって。うん、でしょ。めんどくさいって言って片付けてるわけでも、そこで自分はそれに対してコンプレックスがあったり、何かモヤモヤしていたり、何かこう引っかかる部分があるってことなわけだから、うん、でしょ、うん、でもその扉をオープンするのが怖いんよほう、でしょ。だって怖くなくてとても楽しいものだったら今すぐに開けたいと思うもん。まあ確かにな。でしょ、でしょ。親にさ、クリスマスプレゼントとか誕生日プレゼント買ってもらったらもうその場で開けたいでしょ。いや、もうウキウキで開けてたわ。でしょ、うん、今もう開けていい開けていいって聞くでしょ、うん、ワクワクしてたら、うん、その通りなのよ。そうか、楽しかったらそれ開けるよな。そう、うん、楽しくない、何か嫌だから開けられないってことなのよ。なるほどね。その通り、うん、怖がってるのよ開けること。そうか、そうそうか、そうか、でしょ。納得だわ。うん、うん、そう、怖がってるのよ。はあ、そうか、無理解から恐怖が来ると。その通り。でもその恐怖も無感情になることができる。ほう。そう、恐怖を感じなくすることができるわけよ。あ、怖くない怖くない。そうするとその恐怖っていう恐怖心がどんどんなくなっていて、その無感情になっていくの、自分が、うん、無感性になっていく。そうすると自分がなんだか分かんなくなるし、自分が何を感じてるのかが分からなくなるよってこと。なるほどね。そうか、どっかで止める必要があると。そう、うん、でもそれこそツケが悪いとかではないよ。うん、つけてもいい、つけてもいい時もあるよ、もちろん、うん、でもそのつけるとこうなっちゃうっていうのを自覚して、うん、ちゃんと管理する必要があるよね。そうな。そうそうそう、リボ払いみたいなもんですよね。そうそうそう、別にリボ払いしてもいいと思う、うん、全然ありだと思うよ。でもそこに計画性があればいいからね。そうか、ん、分割払いも全然いいと思うよ、うんうん、無計画なのがいっちゃん危ないよと。そうだね、うん、もっと平たく言うと面倒くさがってやらないのが一番危ないよねはい、不透明にしちゃうから全部を、うん、そう、怖いから。うん、でも全部を明確にしたら恐怖なくなるんよ。全部知ってるもんな。そう、そしたら進むだけになるから行動できると思う。うん、なるほどです。どうですか。いや、まあそうな、僕海とか入りたくないですもん透明だよ、海いつもね、ちっちゃい時から思ってましたよ、クラゲに刺されたらどうしようとかね。うん、怖いんですよねそう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 、うん、でもなんかベタベタするから嫌だとかね、言っちゃいますからね、うん、そうなんですよ。そう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 、うん、日焼けしちゃうしねとか、ね、うん、そういろいろあるからとかっていうのも格好つけてるだけですからね。なるほどね、うん、そこは正直に素直に、うん、そうか、まずは怖いっていうのを認めると。そう、うん、すごい大事になってくる。なるほどね。どうでしょうか、認めます本日そんな感じですかね。はい、はい、今後っていうかね、ちょっとね、あの、可及的速やかに、うん、可及的速やかにっていう言葉はおかしいですけど、うん、はい、まあ、それぐらい急ぐよっていうことで、そう、うん、焦るな急げってことですね、うん、それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。漢字考えることで世界は大きく変わる。フラットポジティブにね。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。どうだったSK？はい、今後は自分をね、どんどん知っていこうと思うんですけど、その中でもこうネガティブで考えるのでなくポジティブ考えていこうと思います。ぜひ。それではお前たち最高だぜ。